ちょっと集合して。うん？なんすか？なんですか？オープニングですよ、これ。もう始まってます。はい。おはようございます。久米光栄です。おはようございます。久米光栄です。てか、言うてももう夕方だし、うん、もう、時間ないから、早く行きたいんですよ。うん、波乗りし、うん。慌てないで、慌てないで。なんすか、なんすか？どうしたの？最近さ、二人がごちゃごちゃ喧嘩してるからさ、取れるもんも取れないんだよ。クレーム？クレーム？こないだのあの喧嘩とかも結構クレームしてたもん。グダ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 。だから今日は二人でとりあえず決着つけてもらおうかなと。もう今日で終わり、喧嘩は。え、なにそれ、ライディングでってこと？そう。あ、まあこっから1時間半ぐらい、日暮れまであるから。いいの？いいの？逆に俺はいいですけどもまた喧嘩やっちゃいますか。じゃあ決着つけるってもうさ、やる前からもうそんな終わったような試合をいいんですか？とりあえずもう急がなきゃいけないじゃん、暗くなっちゃうから。だからこの時間で何ベストワン、ベストワンでじゃあ勝負、うん、ベストワンもうバッキバキの技を決めてもらって、はい、オッケー。あー1時間半十分だな。いやとりあえずもうすぐ行こう。早く行こう。そうだね。とりあえずじゃあ着替えて、時間ないからね、着替えてください。じゃあ支度します。いやもう時間もないんで、もうこれですよ、やっぱり。もう、夕飯もう、ひとひねりでやっちゃうんだったら、やっぱこのハッピー。しかも、今日はグーフィーバックサイド。俺はあの垂直リップで、多分一撃だよね。なんかさ、ちょっと俺より早く生まれたからって偉そうに仕上がって、あ、ここで白黒はっきりつけちゃって、いいっすか、逆に。兄弟、兄貴の方が偉いみたいな、その日本の文化、今日変えます。頑張れー。おい、いやーやっぱあいつは散々これだったね。昔から言われてたんだよね、あいつはビッグマウスって。弱い犬ほどよく吠える、確かそんな言葉があった。俺はあいつより2年早く生まれて、兄貴としての威厳っていうのをやっぱこう保ち続けてきたプライドっていうのを今日見せるわ。やっぱ今全国の兄貴、そして兄貴をリスペクトしてる弟諸君、皆さん俺をマジで応援してくれ。で、これ今日は今年2020年この TB19 もう一番乗ったから、もうこの俺のファイナルウェポンでぶちかましていきます。お願いします。お願いします。真っ暗だよ。暗いね、うん、暗くなっちゃってるんだけど。暗すぎる。どうかい、足りる？どっこいだよ、どうせ。どっこい、どっこい、どっこいだ。延長戦。そうだね、今週まあ波ありそうでしょ、あと何日か。確かに台風来てるからね、うん、まあ、じゃあぶっ飛ばしてやんや。うるせえ。これね、昨日とは打って変わって、この強風の北風で完全に波が抑えられてるんですよ。で、これちなみに僕はリサーチしてました。だから昨日使ってたこっちのね、ハイパフォーマンスのハッピー、これではなくて今日はこっちのフィッシュベアードでいきます。なぜかというと、やっぱトロイセクションはハッピーよりフィッシュベアードの方が、まあ、よく走る、単純にね。これなんでだから俺は
こういう風にね、ちゃんと板を2本セッティングしてるかというと、ボッコボコにするためにガチで来てるんで、いいライディングをね、残すために2本持って用意してきました。だから、こっちのフィッシュベアードで行きます。もういいの？なんか言ってるけどさ、別に。いやアマちゃんだわ。道具でサーフィン変わるのはまあ確かにそうだけど、俺は昨日と一緒、オールラウンドだから、今日みたいなちょっとスモールコンディションでも、昨日みたいな、まあ、肩ぐらいのコンディションでも、これ1本でいけるって説明したと思うから、まあこれでいきます。 LDC-TB19 にフューチャーフィンペーパーコア。ガタガタ言ってねえでよ、俺が弾き飛ばしてきた。え、この対決について。まあそうだね、かわいそうと一言。やっぱり兄貴としての威厳っていうのは残してあげたいとは思ったけど、売られた喧嘩は買うしかない。寝坊はそうだね、やってることは豚と一緒、あれはもう家畜だから、まあこの一戦で人間と家畜の違いを見せてやろうかなって思います。まあ前半戦終えてみて、もうあれじゃない、本当はやりたくないんじゃん、もう震えちゃってるでしょ今頃。もうね、俺からすればもうやるべきことはもう前半戦で見えたから、もう勝ちに行くためにはあいつをもうできない技をただもう入れるだけだよね。あいつほら回ったりできないから。後編についてはまあ視聴者のみんなも分かってんじゃないかな、もうただの口から生まれた猿だよねあいつは。だからまあほらよくあることわざで、猿も木から落ちるなんかっていう言葉があるから、まああいつはもうあれでしょ、今日でもうガタガタにやられてもうサーフィンできないんじゃない、もう動画には出れませんっていう話になっちゃうよね。まあそんな感じで後半戦もう締めに行くんで、皆さん見ててください。ほら、早く。なんすか、なんすか、カイさん、めちゃくちゃ上がれサイン出してなかったっすか。こんな泥試合見せられて。いやいや、泥試合はそうかもしれないけど。もう一個言っていい？50歩100歩まだあるよ、どんぐりの背比べ。いいよ。
やでもマジで波がちょっと終了した。うん、さすがにちょっとまあかわいそうな波だけどね。ちょっとこれはさ、さすがのクメブロスもかわいそうなんじゃん。まあでも、うん、まあ2、3本はパチパチっと軽くまあひねったつもりですけど、どうだった、乗った、やってやったけどさ、だから俺この波だったら多分俺の方が絶対勝ってると思うし、まあまあでも俺の方が勝ってると思う。昨日だって俺まあ回ってるし、まあまあ見せ場作ってるっていうか、もう俺の極限のリップの方がやばいし、逆になんかやった、いやもうマニューバーはやっぱりサーフィンはレール中で寝てたんじゃないの。いやだからやっぱそういうところだよ。ガタガタうるせえな。もういい言い訳。勝敗はドローだよこんなの。2日も頑張ったのに、2日も頑張って、結果はドロードロー。いやまあそうだね、しょうがないね。これがでも湘南マジックですよ。昨日の夕方あんだけあって、まあ北風こんだけ吹いちゃうと、まあこういう状況になっちゃうよね。まあでもまあ頑張りましたよ、ということでね、楽しかったじゃん、2日間ね、楽しかったね。じゃあカイがさ、カイが素敵な週末言ってもらっていいですか、今日はあのこんな付き合っていただいて。そうそうそう、はい、お願いします。それでは皆さん素敵な週末をお送りください。はい、クメブロスでした。ハッピーミーケー。あー、これもカイチャンネルだね、今日。カイチャンネルでした。カイチャンネル、ありがとうございました。ありがとうございます。締め、ありがとうございます。皆さん、結論から言います。この1280円。